こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、いつもの構図からのゲーム再開です。戻っちゃったわね。せっかく地上に復帰したのに。どうもまだ地上がデフォルトの高さだと認識できないでいます。さてワールド再生成中の収録の、訪れの訪れとの真剣勝負です。うおーまだずれてやがる、早すぎたんだ。ノートパソコンが腐ってやがるのね。まだ勝手に念なんですけど。さて訪れが勝ち逃げしたところで収集ブロックですが、表に載っているのはすでに塔に積んだブロックの一覧で、これ以外に9種類の新ブロックがチェストに入っています。さらにすぐ作れる色付きガラスが9種類あるわね。入手可能ブロックが急激に増えたのでミスるのが怖いです。さて、色付きガラスを量産します。まずは念のため染め直しができるか確認です。あ、やっぱり粘土同様に無理でしたか。それにしてもガラスのように、収集対象ブロックでかつツルを直接這わすことができないブロックはいろいろと面倒です。ツルにツルを直接引っ付けるのが無理でも、せめて骨粉巻いてツルを伸ばすことができればよかったのですが。いや、待てよ。もしかして実装が間に合わなかっただけで、次のバージョンアップで実装されるかもしれないですね。本当にそうなったら逆に怖いでしょうに。さて、まずは試しで6つだけブロックを積んでみます。これらが特に問題なければ残りのブロックを積みに行きます。さて、すがすがしい朝を迎えて地上の作業開始です。クリーパーはいないですね。塔からの降り際はだいぶ慣れてきました。よっと。あれ?置けないです。何をしてるの?いや、はしごに向かって土を配置しようとしたら背後に土が設置されるじゃないですか。今までそうやって作業用の足場作ってたんですが、ツルでは同じことできないみたいです。少し迷いましたがもうこのまま積んでしまいます。まずはこれで伸びる、縦に、の塔です。続いて原木発導入です。あら、ピストンはツルを這わせられるブロックを仮置きして後で入れ替えるんじゃなかったの?それ作業用の足場がないと怖くてできないです。ツルが伸びるまで試しに待ってみます。さて、これで伸縮自在の塔になりました。また使わない機能が増えたわね。で、これでマイクラの基本の塔です。基本って何だったかしら?ところで、降りることについては考えてる?ツルが1ブロックおきにあるので降りるのは大丈夫と信じてます。で、今度こそ透明性が確保された塔です。で、さらに固形紙で、透明性が確保されたスポーン部屋の塔ね。お、これでもまだ向こうの方が高いんですね。スケルトンが木陰で休んでます。今射抜かれたら落ちるわね。さて、うおう。ツルが張ってる方向に間違えたらアウトですねこれ。まあ、想定通りに降りるのは案外安全でした。さて、ツルが伸びるまで地上探索に、おおう。うおうセーフ。まあそもそもこれだけ塔が伸びるとツルに捕まるの余裕です。なんということはないんです。ならスライムブロックを敷かないでいいわね。さて、ツルが伸びるまで近場で地上探索します。また、今しがたスライムブロックの入手が急務と判明したので、湿地にある島のツルと原木を回収してスライムを少し湧きやすくします。その前に、忘れないうちに落とし穴を塞ぎます。放置してたらいつかうっかり落ちそうです。直下した穴は何箇所あったかしら?廃坑到達時までに死んだのは5回、うち1回は地下にリスポーンしているので4箇所のはずです。拠点のすぐ近くに2箇所あるのは覚えているのですが。湿地の資源回収中に豚と出会いました。人参が入手できたら実績解除の協力を依頼します。ここにスポーンしたのが運の尽きだったわね。お、やっと出ました。
こちらのリンゴはエンチャント月金リンゴの実績解除用です。さて塔に戻ってきたのですが、鶴はまだピストンのところしか増えてないです。ちょっと草で視界を塞がれておっかないですね。ちなみに落とし穴はまだ2箇所しか見つけられておらず、この辺りを歩き回るのはまだおっかないです。あと、アカシアの木材はまだ未入手でした。忘れずに確保しておきます。さてリスボーン拠点に戻りました。ラッピンが増えてきたのでチェスト増設しておきます。そして荷物整理中に金の精錬をしておきました。この実績は 1.8 で新実装されたものなので解除するのは初めてです。よし、無事に解除されてます。さて次は、そろそろゾンビダイヤとスナイパー実績に取り掛かりましょうか。ついでにゾンビから人参が入手できれば御の字です。あと、スライムブロックの入手が急務です。そういえば地上を夜で歩くのは初めてね。さて、前作の経験ではゾンビには2種類あります。ダイヤを受け取らないゾンビと、受け取るゾンビと、賄賂受け渡し成功です。あ、死んでもダイヤを手放さないんですね。さすが賄賂を受け取ったゾンビです。それ偽物で、本物は落ちているわよ。賄賂を受け取った末路は物悲しいです。うおーしー、やっとレアドロップが出たのに鉄でした。さて、湿地の方にはまだスライムが湧きません。ぼちぼちスケルトンとスナイパー勝負しましょうか。矢の数は足りてる？ 13 本もあるので余裕でしょう。前作で散々使ったので上手くなっているはずです。さて、このくらい距離あれば多分大丈夫でしょう。スライムは、まだ湧いてないです。ひょっとして湧きにくい時期なのでしょうか。やっぱり当たらないのね。2発は弾道を見ただけです。あ、当たってる。本当に上手くなってるの？当たり前じゃないですか。13本の矢がつきました。何をやっているんだか。なーに、外した矢を拾ってもう一度撃てばいいだけです。スケルトンが呆れて攻撃もしてこないわよ。いえ、スケルトンは待っててくれているんです。悪いスケルトンなんていません。とりあえず6本回収しました。さて、あと1、2発当たれば実績解除できると思うのですが、うおー消えた。いやまだ奥に一体。ところで私はさっきどっちのスケルトンにダメージ与えてたんでしたっけ？どっちにしても、もう無理な気しかしないわよ。まあ、確かに。それよりゾンビの方が気になります。あ、ほら、あれです。最後の一発で仕留められるのを確信して結果まで見なかったってやつです。そんなことよりなんで今のゾンビ仕留めたの？自分で倒さないとレアドロップしないですし。塔の方はまだ鶴が十分伸びてないですが、もういいやと拠点から8ブロック持ってきました。今の高さ制限では近場が歩き回りづらいのが不便です。反対側は鶴が伸びてますね。よっと。さて、まずは白色の色付きガラスでやや透明性を確保します。すでに確保してたより不透明よ。そして、これでこの塔は名実ともに要塞になりました。鶴はブロックの四方に這わせるようにしましょうか。さて次は青色ガラスとアカシアの葉です。そういえば葉っぱを置いても消えないですよね。試すの忘れてました。消えちゃったらどうなるの？クリーパーに塔を破壊された時と扱いは変わりません。高さ制限は緩和されたままですが、抜けた場所を埋めるまでてっぺんに新ブロックを詰めなくなります。まあ消えたら原木の上下に葉を積み直せばいいですね。さて次が空色ガラスと奥の葉です。
色付き粘土の場合と違って、ガラスは素直な色なので助かりますね。何が困ってたのよ。最後、桃色ガラスとさっき入手したアカシアの木材です。これで、先ほどのと合わせて計14段の高さを緩和し、Y 座標79までの世界を手に入れました。サバンナ丘陵らしきところに行くのはまだ無理ですが、でも遠くまで見渡せますね。お、あれポピーじゃないですか。サバンナにもやっぱり咲くんですね。さて、ではここで夜まで待ちます。スライムボールの入手がほんと急務です。そして10分少々待って、夜が明けてきた時、待ち望んだ瞬間がやってきました。スライム初登場です。でかいのがいたわね。うおー、スライムも多分、距離あると時間でディスポーンするんですよね。死んでもあのスライムは仕留めます。死にたくないから仕留めるんじゃなかったの？うお、一瞬クリーパーが見えた。クリーパーなんぞに時間を取られてたまるか。なんだか一見プレイがうまく見えるわよ。うお、あとこのクリーパーさえ仕留めれば。水で戦いにくいのによくやるわね。水中で戦ったイカの方がよほど戦いづらかったです。ボコボコダメージ受けてるし。防具に絶対の信頼を置くゴーリ押しという近接格闘術です。結局スライムボールは11個入手しました。ついでに先ほどのポピーも集めます。さて、ついにこの日が来ました。自分でもまさかスライムブロックでこんな喜べる日が来るとは思いもしませんでした。一つ目は塔に積むのよね。塔？ああ、この横にある脈々もなく積み重なってるブロック群のことですか。配置場所はこの塔から1メートル離したところでいいですね。おお、ちょっとだけ怖いけど、大丈夫なはず。うおー。すごい跳ねる。予想以上に跳ね返ります。これはいいです。良いものを入手できました。さて、他の新ブロックもクラフトしてしまいます。橙色の染料がようやく作れました。ガラス分はガラスが焼き上がるまでまだ時間があります。その間、スライムブロックのテストをさらに積み重ねます。単に楽しんでいるだけじゃないの？いえいえ、生死に関わるものなので慎重に念入りにテストしないと。テスト失敗した時が命日になるわよ。さて、橙色と赤色ガラスを作っておきます。ちなみにこの辺りで、なんか一つ作り忘れているなぁとうすうす思っていたのですが、プレイ終了後に確認したら赤紫色のガラスを作り忘れてました。さて、スライム狩り再開してますが、なかなか湧きません。双子子供ゾンビとか珍しいですね。2分経過したらなぜか、子供ゾンビが飛び降りました。で、何をやっているのかと見ていたら、どうもパターンに入ったようです。危ないってことに気づいてないわね。お、さすがに見かねた大人ゾンビが制止に来たようです。さあ、制止に成功するか失敗するのか、運命の時です。お、ああ、まさか突き落とすとか。子供ゾンビの実装で大人の立場なくなっちゃってるものね。そういえばぶっちゃけ子供の方が強いですからね。お、子供の片方が危ないということを学習したようです。ああ、学習しなかった方は生存競争に敗北を喫しました。この子、テリーが美味しくいただいたのよね。いえ、この後は大人と子供が1体ずつ増えて朝を迎えました。で、後から来た子供がなぜか卵を持っているんです。少し考えてようやく気づきました。そういえばケーキの実績で卵が必要でしたね。忘れてました。いつもいつもデリバリーに感謝です。あと、そういえばしてなかった草の使用の確認です。
セガにブロック分ある草にハサミを使うと2つの草が入手できますね。で、入手した草は土にも設置することができるので、地下で見つけた草に骨粉を使ってたら確かに草が量産できてました。草一つで干し草の俵が入手できるというわけね。あと、今回の企画では早めの機会に牛を狩ることを決めてました。私の場合、大体手段があると動物愛護モードに入りがちなので、狩るのが普通のことだと体に覚え込ませないと皮などの入手が困難になります。そろそろ周囲探索の準備として、ぼちぼち地図作りに着手します。サトウキビは基本歩き回れば十分集まるので、とりあえず最初の地図の材料分まで増やします。で、サトウキビとツルの成長、スライムは木と待つことばかり残りました。でも結局朝までスライムは湧きませんでした。作戦練り直した方が良さそうです。で、人参ドロップ狙いでゾンビ倒しに行ったのですが、気づいたらなぜかダイヤの剣を投げてました。何をやっているんだか。投げた操作をした覚えは全くないんですけど。うおお、ゾンビに拾われないでよかった。で、このスケルトンのエンチャントの弓が欲しいです。あれ？ひょっとしてこのままだと死ぬ？一旦離れて体力満タンまで待ってから仕切り直しです。お、ここは固定で粘土取ってた場所じゃないですか。水が流れてる場所は、水の中から鶴を採取した時に開いたんです。さて、スケルトンとの再戦です。今度は土装備を併用しつつ戦ってますが水があるとややなんです。まあ、結局何の成果もありませんでした。さて今回はここまでです。普段より動画が長くなったので画質がやや心配ですが、でも1回の収録で途中で切るのが中途半端だったのでそのままにしました。収集ブロックの方は74個。ぼちぼち半分を超えたはずです。次回は今度こそ地図を片手に探索し始める予定です。急にブランチマイニングやるとか言い出さないわよね。あと等ですが、やっぱりツルが伸びるのが遅いので、今度からはなんとか足場作ってブロック入れ替えで対処します。というわけで次回も頑張っていきます。これ次回もまた岩盤ゲーム再開になるわね。それではまたね。バイバイ。